クロッシェレースの作例、クロッシェレースは手芸のレースの一分野で、かぎ針で編むレース一般のこと。日本では最もポピュラーなレース手芸であり、普通レース編みといえばこのクロッシェレースを指す。クロッシェとはフランス語で、かぎ針、かぎ針編みの意味。クロッシェレースでは、かぎ針編みの技術を応用し様々な形に編み上げていく。毛編みとレース編みの違いは使用する針。 糸の太さにある。16世紀にはヨーロッパの各地に広まり、今でも家庭の手芸として親しまれている。その中でも19世紀にアイルランドで発展したアイリッシュクロッシュレースは特に有名で、レリーフ上に複雑なモチーフが編み込まれている。針は鍵針のより細いものがレース針として区分され、軸の太さに応じて以下のようになっている。 これ以下の大きさ及び奇数号も存在するが、市販されているのは極めて稀である。綿、具、麻などを酔ったものがレース糸と呼ばれ、番数が大きいほど糸が細くなる。20番、40番レース糸がポピュラーであるが、特に20番は太糸レースとも呼ばれる。モチーフつなぎの作例。ありがとうございます。